ハロハロ。ことわざを使って英語を学びましょう。今日のことわざは、千里の馬は常にあれども、伯楽は常にはあらず。いつの時代でも有能な人材はたくさんいるが、その才能を見出せる人物は少ないということの例え。これは中国唐の時代を代表する詩人関羽の表した雑説という文章の中の一節から引用された言葉です。千里の馬とは一日に千里も走る馬という意味。古代の中国では一里はだいたい400メートル。だから千里はだいたい400キロメートル。すごい長さだよね。つまりとても長くて遠い距離を比喩的に表す表現になります。また、伯楽とは、お馬さんの能力や素質を見分ける名人のことです。もともと、中国春秋時代の、秦の穆公という君主に仕えた人で、お馬さんの癖とか、名馬かだ馬かを見抜く、鋭い目を持っていたと言われています。そこから転じて、人を見抜き、その能力を引き出して、育てるのが上手な人のことを、名伯楽と呼びます。例えば、日米で活躍したイチローさんを見出した仰木監督は野球界の名伯楽と呼ばれていたよね。そんな意味から世の中には一日に千里も走れるほどの優れたお馬さんはいるけれど、それを見抜ける伯楽のような優れた人はいつもいるとは限らない。たとえ名馬であっても他馬と同じような扱いを受けて虚しく生涯を終えることがある。才能のある人材が組織の中にいても、それを見抜く能力のある指導者がいないために、活躍する機会が与えられずに組織の中に埋もれてしまっていることを嘆く言葉になります。同じように関羽は自分には才能があるのに、出世の道が開けないという境遇を嘆いてこの言葉を残したのよね。才能があっても活躍する機会が与えられないなんて、世知辛い世の中だわ。同じような英語のことわざはこんなのがあるよ。Genius is not always appreciated. 天才は世に知られぬことがある。今日のチェックポイント。Genius. 天才。Not always. 必ずしも〇〇とは限らない。Always の位置に注目してね。このような頻度を表す副詞では、B 動詞の場合はその動詞の後ろに、一般動詞の場合は、その動詞の前に置かれます。Be appreciated. 高く評価されている。認められている。この世の中、才能や努力だけでは認めてはもらえない。どんなに能力が低くても、上司に気に入られれば出世して、お金を積めばチャンスをもらえたりする。自分よりレベルが低いくせに、どうしてあの人が、なんてついつい思っちゃうけれど、これも矢の習わし。なんだか安ュイな気分になっちゃうわ。でも、うまく立ち回って世の中を渡るのも、それもきっと才能なのよね。複雑だわ。ということで、今日はこの辺で。それでは、次回をお楽しみにね。See ya!